る。パパトンです。ライトンです。ママトンです。ルイトンです。ライトンチャンネルです。ルイトンなんですけれども、はい、またまたね、シナジス注射を打ってきました。で、またあの身長、体重、6ヶ月になったからね、うん、測ってきたのでね、今日はそちらのご報告をしたいなと思います。ルイトン、あれからどんだけ増えたかというと、まずですね、身長、69.5センチ。おお、70センチ近い。そうだね、になりました。70センチ弱。はい、3、4ヶ月検診から、まあ、だいぶ大きくなりましたと。すごいね。で、はい、問題は体重ですよ。体重、ね、はい、体重は 8700g。 ほう、 8.7 ですよ。 7kg。 弟にいつか抜かれんじゃね。ね、そうだ ね、 ね、勢いがすごいからね。勢いすごいからね。やっぱ貫禄出てきたねって言われたからですよねって話をして、でかい。はい、というわけでね、8.7 キロでした、うん、そして遠い 44.4 センチでした、はい、で身長体重のグラフがこんな感じになります。はい、成長グラフね、うん、はい、まあ標準より上だよね。上ですね。順調でございます。順調というか、絶対ルイトン超えるわ。 ね、 ね、超えそう。マジ超えそう。はい、今回ですね、はい、先生からちょっと気になるところがあって、うん、検査をさせてほしいっていうふうに言われて、うん、まあ、検査をしてきたんですけれども、今回ルイトン、はい、超音波やってきました。超音波、超音波って、まあ、妊婦さんとかは妊婦検診でお腹を見るときに、まあ、エコーだね。そうそう、あの機械にこうジェルみたいな、ゼリーみたいな、なんかプルプルのやつを塗って、こうお腹にね、こう当ててお腹の中を見るみたいな。エコー。そう、それをやってきました。ルイトンは生まれた時に、うんうんうん、あの腎臓に、はい、まあ、少し、まあ、空洞があるかもしれないみたいな形で言われていて、うん、で、まあ、そんなにその時はあのまだね、はっきりしてるわけじゃないから、うん、っていう感じで、まあ、細かくは説明を受けなかったんですけど、うん、まあ、それがちょっとだけ心配だから超音波しましょうってことで、まあ超音波しました。で、結果はまあその空洞もなくなってて、もう安心ですということで。問題なし。はい、ちょっと一安心でした。一安心。その尿とかがあの逆流して戻ってきちゃったりとか、まあ、そういういろんな支障が出てきてしまったりするそうなので、もしね、それがこう、なんかこう、ひどかったりしたら、うん、手術とか、わかんないけどさ、そうなっていくのかなって思ってたから、ちょっとドキドキしてたんですけど、うん、まあ、何も問題ないということで、やったぜ。本当に、健康優良児に育っております。健康優良児でかい。なんかね、腎臓とかちょっと怖いよね、なんか。内臓系は怖いよね。ね、怖いよね。こんなちっちゃい体でなんかさ、いじんなきゃいけないとかってなったらね。でさ、あの超音波の時にね、すごいご機嫌でルイトン、うん、あのお腹にちょっとね、冷たいゼリーみたいなの当てられてたんだけど、あのママバババとか言ってちょっと言ってたから、そのやってくれたさ担当の人がすごい笑ってて、パパ元気ねみたいな、貫禄現れねってそこでも言われちゃって。ね、貫禄ありますよ。もうご機嫌でしたね。ご機嫌、ルイトン。まあその後ね、シナジスの注射だったから大泣きしたんだけど、ね、かわいそう。ご機嫌からの大泣き。そうそうそう、大泣きみたいなね。落差がすごい。うん、まあでも良かったなって本当に、うん、ね、体はね、健康に限るって感じで。ですな、ですな、うん、まあ今のところね、問題点はない今日ということで。なし。はい。という感じでね、まあ、今回は、まあ、ルイトンの成長記録ね、はい、6ヶ月編でございました。はい、はい、ルイトン、いい感じで貫禄出てるねと思った方はグッドボタンお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。じゃあね、バイバイ。バイバイ。